っても素敵な歌詞がついておりますよ。え、難しい？難しいよ。これとね、花は咲くを頼まれてるのね。花は咲くは言ったらね、歌い込んでください。素敵ですから、歌詞が。助け合う心をね、ブリームでした。切手のない贈り物、青いもの30、5ページいただいて、Bye.
白い花。皆様は赤い本の10ページをお分けくださいませ。10ページ、赤い本ですね。昭和45年、赤い鳥さんというグループが使われました。Oh,
47年8歳でした。花の首飾りというのは赤い方の71ページをまた開けてください。昭和43年ですね。加藤勝美、加橋勝美さん、はい、加橋勝美ソロで歌ったと思います。
あの結構歌ってない最近曲ですよ。私たち皆様の赤い本の85ページにも曲がある。昔はよく歌ってたわよね、これで。決まりも歌ってたわよ。なんかね、恥ずかしかった。みんなに頼まれて、はい。
時代です。中島みゆきさんに作られました昭和50年の CM から43年の CM になったのI'm not afraid to die.
1960年代を中心に活動したゴーチェ・アンジェリカさんのために作られた曲でしたが、その後、岩坂市の方が、菅原洋一さんとかいろんな方が歌っていらっしゃいますね。毎週チームと忘れない歌を歌っています。糸です。中島みゆきさん作られました。
では今日のラストソング花を咲くに参ります。見やすい方で、これは、あ、分かってしまいました。